HSR-350X は韓国が時速 350km での走行を目的として開発した高速鉄道車両である。開発の主な動機は交通の問題を減らし、科学と技術を国際的に高い水準に引き上げることである。1996年12月から改善開発事業の一環として開発が始まり、2002年に車両が 完成、2008年まで試験走行を行った。2006年に現代、ロテムは HSR-350X の量産型である10編成の KTX2 を受注し、後に19編成に追加された。2008年11月25日、最初の KTX2 編成が現代ロテムの工場で公開された。韓国の技術者は1995年に、 高速鉄道の計画を始めた。しかし、独自に高速鉄道を技術開発する措置が十分ではなかったため、ロテムと鉄道研究所は10年かけて車両の研究開発を行った。HSR-350X は時速 350km での営業運転を目指していた。TGV を元にした KTX は 時速 300km で営業運転を行っている。世界的に高速鉄道において支配的な地位を占めるアルストムの TGV や新幹線等の技術は導入していないとされる。座席は傾きが変えられ方向転換もできる。HSR-350X の開発計画は5年で終了する予定で42600万ドルの予算がかけられた。 輸出も視野に入れており、貿易収支を改善させることが期待される。鉄道車両としては、世界初となるイグクと阻止をインバータに使用している。参照交流誘導電動機を採用することで、高出力化、かつ整備費を減らした。ブレーキが電子指令式空気ブレーキになり、応答性が高まった。アルミ押し出し成形材を使用することで軽量化された。 車体幅が2 9 5 0ト、mm、ルに拡大され、居住性が高まった。パンタグラフの改良により、空気抵抗が減少した。最初の試験では、時速1 0 0トルに達しなかった。試作機は、クリーで作られた。2004年12月16日、朝もやのかかる早朝、天安神なだつで、時速3 5 2 4トルを記録した。 これまでの自身の時速3 4 3 5トルの記録を塗り替えた。国際鉄道連合では、高速鉄道とは専用線を時速2 5 0トル以上で走行するか、時速2 0 0トル以上で改良された在来線を走行するものとされている。一方、韓国の報道機関は、高速鉄道とは時速3 0 0トル以上で走行すると、 定義しており、クリーは、韓国の報道機関同様、韓国は本車両の開発成功により、フランス、ドイツ、日本に続く、高速鉄道の4番目の独自開発国になる、2006年に、高速鉄道技術を保有する7カ国の一つとなると主張した。韓国は、このような高速鉄道用車両の開発により、最終的には高速鉄道の分野において、 世界の四強となり、中国、台湾、米国に車両を提供することを目標としている。We are making steady efforts to become a global leader.Railway Gazette 2008年12月31日、閲覧。25500カイルニュース2008年12月31日、閲覧。クリー、コリアンハイ、スピードトレーン。韓国鉄道技術研究員。 2006年12月1日閲覧。ゼネラルデフィニションスオブハイスピード。UIC。2013年5月19日閲覧。コリアハイスピードレールストリックスパスト 350km。韓国鉄道技術研究員。2006年12月1日閲覧。HSR-350X。イマージドファーストランナー。アップアットハイスピードトレーンビット。 韓国鉄道技術研究院2006年12月1日閲覧ありがとうございます。